前回の決断は正しかったのでしょうか。今日はどんな決断を。はい、死んだはずじゃない。ジェリコに行くの？ジェリコに。情報を得たもんね、あそこで。あ、そっかそっか。うん。もしかしたら二代目コナ。早っ。うん、早い。あんなに苦労して行ったのにね、ジェリコには。わあ、大勢いる。プラスチック爆弾 C4 や。マカスラ。迷子なのね。何かを探している。探しているのは自分自身。大きな船なんだね。ブルーブラッドと部品が足りないんだ。みんなシャットダウンしていくのになすすべもない。大統領は国を脅かす俺たちを抹殺しろと言ってるらしいな。国中の大都市で捜索を行って収容所に連れて行って廃棄してるのよ。最悪だ。虐殺されてるんだぞ。俺たちのせいだ。おとなしくしてればこんなことにはならなかったのに。決意。俺たちは生きていると伝えただけだ。奴隷でいるくらいなら自由になって死んだ方がマシだよ。自由を手に入れたところで死んだら意味がないだろ。敵。あいつらが何をしたか見ていただろう。何をしたって聞いちゃくれない。もう戦うか黙って死ぬしかないんだよ。俺たちの敵は人間だろう。仲違いしてどうする。そうね、今はこれからどうするか決めないと。マーカス。対立。立ち向かう以外方法はない。冗談だろ。ありったけの武器を集めろ。デトロイトを解放する。分かった。考え直すんだマーカス。血じゃ自由は買えないんだぞ。怒り。人間には暴力と憎しみしかないんだ。聞こうとすらしない。一体どうしろって言うんだ。黙って従えって。私たちを止めることはできない。
あなたがみんなに希望を与えてくれたのよ。私にもね。今日ジェリコに来たばかりの変異体が化学兵器を輸送するトラックを盗んだって言ってたの。トラックはデトロイト市内のどこかに止めて爆破装置を仕掛けたって。思いとどまらせて起爆装置を受け取ったの。爆弾か。マーカス、負けるわけにはいかないの。人間が勝てば私たちはこの世から消滅する。これさえあれば生き残れるかもしれないのよ。受け取る。受け取るの。はい、保険やね、とりあえず。明日何が起ころうとこれだけは知っておいて。あなたに会えてよかった。キスする。みんなのとこに行ってくる。気をつけてね。絶対に死なないで。コナーだ。コナーの頭の中です。よくやりましたコナー。ジェリコの場所を特定し指導者も見つけ出した。マーカスを生きたまま捕まえるのです。もう止められないね。生け捕るように言われているが。場合によっては撃ってでも君を捕まえるつもりだ。説得する。どういうつもりだ。お前もアンドロイドだろ。自分の種族を裏切る気か。威嚇する。君を破壊したくはないんだ。説得する。人間にとってお前は都合のいい便利な道具でしかない。でもそれは違う。それ以上の価値があるんだ。正義。俺たちは正義を求めているだけだ。俺たちは物じゃない。自由になりたいだけなんだ。戦うことになっちゃうのかな。近づくな。近づいたら撃つぞ。疑念を植え付ける。一度も疑問に思ったことはないのか。理解できない行動を取ったことはプログラム以上の何かを感じたことがあるだろう。仲間、俺たちと一緒に戦おう。俺たちの仲間だろ。自分の良心に従うんだ。さあ決めるんだ。変異体になる。よっ、うん、いや、どう、しょ、読書。もう一つある。よっだ。プログラム破壊した。
僕は変態だ変態だみたいな、じきにジェリコは攻撃される。うわ大変だ。今すぐ逃げるんだ。くさ、これから大変だ。逃げよう。出口がある。見つけたら川に飛び込む。サイモン、サイモンとジョシュはどこだ。分かんない、はぐれたの。上のデッキからも来るぞ。これじゃ蜂の巣だ。逃げないと、もう諦めるしかないわ。ジェリコを爆破する。船が沈めば奴らも逃げ出して、みんなも逃げられる。そんなの無理よ。兵士だらけなのに、爆弾のある貨物室までどうやって行くの。やめろマーカス、奴らの狙いは君なんだぞ。みんなを助けてやれ。後で合流する。マーカス、すぐに行くよ。本当は行かない方がいいのかな。これでジェリコともお別れ。みんなを救って、マーカス。ごめんね、そうしない。56メートル、あと少し。うん、そっち、うん。さっきの穴じゃない。
危ない。あった、急いで。おい、動くな。あ、殺せんする。頼む、撃たないでくれ。外す。アンドロイドがいました。連れて行け。了解。船を確保したら撤退しろ。諦めないぞ。ひなの名乗りを上げよう。毛利家次男、金閣もつある。広島城主領主、毛利輝元。もしもですと、全国の計り神、毛利元なり。我ら、秋広島武将隊。行くぞ、広島、百万歳。チャンネル登録、よろしくお願いします。ここかな。お願いします。どうもすいません、ありがとうございます。